からが大事だもんね。そうですね。どういう選手に期待してますか。まあうちのベテランの選手はもう信頼してますよね。若い選手ですね。ピッチャー含めて若い選手が何に出てくるでしょう。1年で5人も出てこないので。それは出てこないよね。ちょっとピンポイントでこう聞いていい。はい。個人的にも奥村っていう選手がすごく好きなんですよ。はい。この選手はどうですか。バッティングとか体の大きさとか、もうこれはもう格段に変わって期待はしてるんですけど。昨日源田と喋ってて、はい、守備の極意を聞いてきたんだけど、うん、深夜がどういう風なことを大事にし、どういう感覚で守ってたかっていうのをちょっと聞いていい。一番大事にしてたのはもちろんピッチャーが打ち取った時を確認したんですけど、これがもう基本、まあ基本だよ。エラーをしないっていうことね。そうですね、うん、技術的な部分っていうのは、まあ、状況判断とか、さっと動けるスタート、そのスタートはもちろん、これはまあそうか。だから現場が言ってたのはだから、まあこの感覚が分かるかどうかっていうのが、うん、こう打つ瞬間にもうどっちに来るか分かってくるという感覚で守ってるんです。まあ実際には打ってるからやっぱりちゃんとスタートを打ってるんでしょうけどっていう話をしてたんだけど、それは分かります。分かる、やっぱりそうですね。まあ現場は僕教えてますから。あ、そう。トヨタ自動車。ああ、そうか、そうか。その時に僕は臨時コーチで行って、少し。でも、それから比べると、プロに入って数段上手くなった。いやいや、もう、違うよね。やっぱ経験だよね。そうです。うまいなぁとは思ってましたけど、僕はプロに止めたぐらいですか。だからトヨタはいい会社だから。でも、とんでもない選手になったよね。いや、もう、1年目の夏ぐらいで、こんなに活躍すると思う。でも12球団見てて見渡しててやっぱりいい考えになってるでしょ。まあ、どうしてもまあ僕はショートやってたんで、チームの方がうまいやつはショートやるんだと思ってるから、源田がもちろんうまい。まあそうだよ、ね、ちょっとヘッドの話を聞いて。やっぱ大変でしょ、うん、監督は責任を取ったらいいけど、ヘッドは責任取るのか踏ん張るのかっていうのは、これまた苦しい立場にある、ね、監督をちょっと説得するのか。いやもうこれはヘッドは大変だよ。どうしたいかっていうのはなんとなく分かるんで、だからそれに沿ってっていうふうには思ってます。じゃあ最後に、はい、まあ、アテネのオリンピックのキャプテンやったよね、はいはい、まあ、あれからリーダー像というのが全国にもついたし、プロ野球ファンにも宮本慎吾キャプテンイコールリーダーだということを言われ続けてきたと思うんだけど、リーダーに大事なことって何？まあ、姿勢じゃないですか。やってる姿勢。そうですね。だからその集合時間遅れないとか、ちゃんと練習するっていうのはできる人がやっぱり、まあ、当たり前なんですけど、ね、あとはその、まあ、僕らは野球なので、野球に対しての知識がやっぱ豊富でないと、まあ、経験だよね。経験と知識という知恵というね。あとはね、俺印象に残るのはやっぱ口が切れる、言葉が切れるという。やっぱ、うん、やっぱスパッといくっていう、厳しい言葉も言えるという。まあ、そこは合ってるかどうかわかんないですけど、まあ僕らは分かりやすい職業。勝つことが、まあ、そうそう、で勝つにはどうしたらいい、こうしたこうした方がいいと思って言ってるんで、そこに遠慮は出ないですね。でもいい時期に入ったんじゃない、戻ったんじゃない、うん、またね、必要に なるような時期だから。どうなんですか、ね、いや絶対そうだと思うまあでも開幕までまだ時間あるし、はい、期待しますよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。